金木さんがね、さっき電話してくれた金木さん。これは金木さん後手みたいですね。後手みたいですね。後手ですね。これなんかよくあれですね。竜王戦で上がボナンザ囲いですね。ボナンザ囲い出ましたね。ボナンザ囲い出ましたね。そう、これは竜王戦、去年の竜王戦とか出た形ですね。さあ、五四歩つきますか？そうですね。行きましたね。この形ね、あの金木さん得意なんですよ。結構後手も、いやこれでも取ると五五角のまあ両取りがあるので、まあ受けたんですね。金木さんでもこれ会長ですね、感じは。これは7一角と打ちますね。でも飛車を、おお、これね、これはうまくいったかな。いやこれ金木さん得意な形なんです、これ。本当に、あ、これはうまいですね。角をうまい手でも詰ましましたね。銀打つんですかこれ、歩じゃなくて。うわ、これ謎で、歩だと4四角、あ、そういうこと。いやー、すごい短時間で読めてますね。いや、読めてますね。あ、金木さんこれは大優勢ですね。ちょっとだからね、これ受けまくらなくちゃいけないんで、もうちょっと慎重にいかないと危ないですね。ね、2三歩と王手かかって、これは何取りますか。いや、飛車ですかね。飛車ですかね。ただ桂馬飛ばれて、いやそんなに優勢ですけどね、局面としては。まだちょっと嫌なとこもありますね。一回6一銀とかね、薄くされる手もあるし、まあでもまあ局面はすが男行きありますね、金吉さん。私は男行きありますよ。本当に友達とかしてないんですけど、いや、素晴らしいですね。素晴らしいですね。ただ上がね、金子、おー、踏み込みましたね。お、通りました。いいですね。これどうするんですか、飛車出ます？出ましたね。そうですね、これで攻め合い勝ちを目指したいですね。いやこれ、あ、いて、なんか銀痛いです。ちょっと嫌ですね、これ飛車角、飛車銀両取り食っちゃいましたね。あ、金子さん怒りましたね、これ。強者封じ取りましたね。すごい。でもこれ、いや1級の竜も遊んでるし、飛車銀両取り出し、ちょっと嫌な形ですね、全体的に。おお、なんか、5号車ってでも回れば一応両取りが浮かりますか。あ、角はうまい、さすがいい手ですね。強い。あ、これは楽になりましたね。これね、金木さん恐ろしいことにここまで1分使ってないですからね。まだ残り2分。いや、おかしいですよ、これ、本当このスピードは。いや、これ異常に強いですね、これお互い、やっぱ、うわ、あれ銀引いた、おお、危ない、これはちょっと危ない受けですけどね。これはちょっと、これは銀取って銀なるような手が、ちょっと嫌ですね。なる、いや、接戦で、結構接戦ですね。いやなんか気づい、あらまあまあまあ、角取られちゃう、これ、あれ、おお、しかしら、角に、これ角なっとけば、あれ、ならない、桂馬が欲しいんですね。桂馬欲しいですね。そっかそっか。これは金。いやあ、嫌な点ですね。いやー、いい勝負ですね、これ。いやー、あれでもこれあれですね、先手が良くなったん。良くなってますね。ああ、え、あ、金ボロか。いやでもよく。おお、でも大丈夫な。どうですか、どっちが勝ってますか。あ、じゃあ後手じゃないですか。うん、正しくさせば。いや、わかんない。いや、でもなんかよく見たら、4三飛車で割ったから危なかったですね。ほう。あ、でもこれは金取れますね。あ、これははっきりしましたね。これははっきりしちゃいましたか。そう。強者放り込む。これは取れば大丈夫ですね。ええ。ヒット。なんかあんのかな。じゃあ、まあ、5二合いに3二金と追っかけていく手が、5二合いに5一角なって、あ、角ならないんだ。ああ、いや、角なった方が怖かったけど、それはでもちょっと足りないか、まあ、確かに足り、ちょっと足りないか。いやー、これはちょっともう読み切りましたね。すごい将棋ですね。読み切りましたね。これは読み切りましたね。いやー、まあこれはまあ、ね、読み切りましたね。いやー、強い、いやー、強い、いやー、すごいな、これ。いやー、いい将棋でしたね。いい将棋でしたね。いい将棋でしたね。いやー、金木さん、ありがとうございます。どうですか、すごい今の将内容は。私はもう、素晴らしいです。3分切れ負けの名局ですね。名局ですね。さすが、2位は違いますね。2位、すごい、すごいですね。いやいや、よかった、金木さん出ていただいて、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、もし見つければ、ぜひ取り上げさせてもらおうと思います。はい、はい。